皆さんこんにちは。アートラボ橋本です。アートラボ橋本は民間の建物を利用した市のアート施設です。ここでは周辺の美術系大学の学生やアーティストたちがスタッフと一緒にさまざまなアート活動を行っています。その内容は多岐にわたり、アーティストたちのまさに今の活動を紹介するものから、地域の方々とのコミュニティを促進するもの、学校教育に協力するものなど様々です。その活動の一つとして、子どもたちの創作意欲を高める工作ワークショップがあります。今日はその中から一つ、簡単に作れて家族で何度でも楽しめるゲーム感覚のものを紹介します。ぜひお試しください。材料は数枚の画用紙、カラーペン、そしてセロハンテープです。まずこのように画用紙の上の中央から道を描きます。道は途中から3本に分かれます。そのうちの1本だけ下の中央に続けてください。他の道は途中で止めてください。画用紙の裏には上、下と書いてください。そのように途中から道が分かれる用紙を何枚か書いてください。半分より上はできるだけ同じように書いてください。途中で止まる道には宝探しを邪魔する怖いものを書いてください。怪獣でも宇宙人でもお化けでも構いません。一人で作ってもいいし、複数人で作っても結構です。すべての用紙の行き止まりに怖いものを書き終わりましたか？次にスタートとゴールを用意しておきます。また用紙の裏にスタートとゴールを忘れずに書いてください。宝探しするキャラクターを書いて切り抜いておいてください。動きやすいように竹ひごなどをつけると便利です。スタートの1枚、ゴールの1枚、そして途中の冒険コースの数枚が用意できました。スタートとゴールを抜き、残りの冒険コースの用紙をすべて裏返しにしてください。そして順番をバラバラにしてください。その用紙をテープでつなげてください。上下を間違わないように、後で剥がしやすいようにテープで養生しておくと便利です。最後にスタートとゴールをつないでください。これも裏側のままです。全部がつなぎ終えたら、一番下のゴールのところから巻いてください。これはゲームに参加しない人が行った方が良いです。巻き終わったらスタートだけが見えるようにします。さあ、ゲームの始まりです。巻物をゆっくり解いてください。分かれ道に来たらその先が見えないところでストップ。どれかの道を選んでください。ゆっくり進んでいき、怖いものに当たってしまった人はそこで終わりです。当たらなかった人はそのまま進んでください。これを繰り返しながら進み、ゴールまでたどり着けば宝物を手に入れることができます。途中で全滅したらそこからまたやり直して進みましょう。
ッチゲームスタート。どっちだ。こっちです。そっちか。右。お、クリア。巨大なドラゴンとは相手。あ、いいね。あ、来た、また分岐道。どっち行く。こっちかな。そっち。よし、右だ。あ、残念。てんてん。いかがでしたか。このゲームはさまざまなバリエーションを考えることができます。例えば宇宙空間とか海の中とか草原とか、ぜひお家の皆さんで一緒にお楽しみください。提供はアートラボ橋本でした。